クアトロックパーティーボリューム3を今終えたところなんですけども、ご覧になった皆様ありがとうございました。今日はですね、いろいろ報告事などたくさんありましてですね、ずっと喋りっぱなしで作ってしまいましたけど、皆さんコメントちゃんと見てましたんで、ありがとうございます。ありがとうございました。面白いコメントから温かいコメント、ちゃんとほら心コメント、うわすまんねー皆さんもこれほら見て、そんなことよりほらね、これ何ですか。誕生日ケーキだよ、誕生日ケーキ。ありがとうございます。誕生日ケーキをケーキ、これ誕生日ケーキ英語でバースデーケーキ、これ頭いい。なんでですけど、いえいえ、その問題出したら俺の方がもっと頭いい。なんですけども、はい、今日告知したまた言う T シャツ、おまた言うか、 T シャツ販売開始しました。通販限定です。これなくなり次第終わりますので、すぐビッグステージ のホームページのストアのところに見に行ってください。で、リードクライムというコラボね、アクセサリーブランドとコラボレーションしたペンダントトップを発売することを決定しましたので、うん、それも詳細、それは後日です ね、 ですね、まだなんですけど、発表します、うん、で、大切なのは、まあ、全部大切ですけど一番でもね、今月の10月26日、うん、ここですね、うん、ここのニコニコ本社カフェで、うん、公開ニコニコ生放送収録ですか、うん、そう公開でやりますんで、うん、それも早もん勝ちですね。そうだね、早もん勝ちになってますんで、早速申し込みをしていただいて、待ってるよ。それも締め切りが人数とかある程度あります。何人でも入るわけじゃないのでお早めにしてください。で、それの詳細も後ですぐ詳しくアップしますので、ちゃんと見てください。で、その日はですね、26日はゲストが、なんと待って、無線しちゃうよ。あれですね、はい、ペガサスからのセントセイヤセイントセイヤと加えないって気がする、ね。セイントセイヤ全然世代じゃないし、全然違う、全然分からないから。ゴールドセイント、俺何も知らないって言ってよく言われるんだ。セイヤさんってセイントセイヤに違うんでセイヤさんって言われるけど、全然関係ないみたいな親言われる。あ、親、親、そう、親がつけたんでしょ、セイヤ。そう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 、全然関係ないんだよ。まあセイントセイヤが取ってきてたら嫌やけどね。まあそれもそれでね、うん、でもう一人のゲストは、もう一人のゲストは、ギターのナギくんです。ナギくんはセイントセイヤ違うの、全然違う、どっちかというとドラゴンボールドラゴンボールって何だろうな。セイヤとナギくんと僕と3人で、やります。公開なので、まあ、何かやろうかなと考えているのと、あと来ていただいた方には特別なあると思いますので、それも楽しみにしていてください。俺も言えるよ、いや知らない、俺知ってるよ、あとメールする、メールはよし、メールは。まあ今回はワーパットロックパーティーニコニコ生放送ボリューム3ですね、はい、ボリューム言うと3です、3、見ていただいてありがとうございました。次回は26日になりますんで、今から予約して一礼して、ここにリアルに来られる方は申し込みをしてください。はい、こんな感じでしょうか。こちらだ、OK、 そういう予約ってタイムシフト予約ですよ。どれの予約？26日映像を見るやつ、タイムシフト予約。タイムシフト予約はまたそのタイムシフト予約で、あ、そうか、26日は申し込み制なんで、それの予約をまた別でしょ。あ、そういうことで、そうでした。せいやが間違えることによってみんなに詳しく説明できるこの連携プレー。そうだよ、お前俺の間違いなきゃ分かんないやつ正直いるだろお前やろう。まあ、あとはどれかの11月17日ワンマンライブ渋谷スターラウンジ、はい、純ちゃんバースデーワンマンライブ、そうだね、それもワークアットロックパーティーという、はい、タイトルになってます。それもあとはぜひね、皆さん来てください。来ないとね、そんなに来ないと俺も行けないからなんで楽しみにしてください。ね、最後のライブをしますので、ぜひ来てください、待っています。では今回はこんな感じでありがとうございました。順当手がでした。